今日挑戦するのはタッグチーム。はい、優勝を目指して2人で頑張っていきましょう。真っ赤だな。やったー、デイツ頑張って、デイツよし、優勝する、優勝する。27万点ぐらいある。はやったー。ハウス、みんなごめんね。47位まだまだ行きましょう。次のトーナメントで行きましょう。やっぱへこむわ。というわけでタックは飛んでしまいましたが、なんとですね、今日ミリオネアメーカーというめちゃくちゃ参加人数の多い優勝賞金、100万ドル超えの超激レアトーナメントが隣の会場でやっておりますので、レイトレジストしていこうと思います。行くぞ。切り替えも危ない。さすがにさ、今飛んだばっかでさ、こんなさ二人して手込んで行くぞ。いや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 、海インピ3000。めっちゃキック開始1ハンドで3000点超えた。今のこのハンド間に合ってるから戦いになりました。まだ引きずってます。もう頑張んなきゃ。ミリオネアメーカーをね、横澤さんには頑張っていただきたいと思ってますけれども。いや、飛んでんじゃん。即死やん。10分やん。10分じゃないよ。5分。1ハンド。1ハンド目。うん。僕クイーンズ、お相手キングス、終わり。もう僕は今日はダメだ。トーナメントって何なんだろうな。めっちゃわかる。毎年 WSOP の時同じこと考えてる。ポーカーとは、トーナメントとは、生きるとは何なのかみたいな。何も考えない方がいい。そっか、楽しく生きた方がいい。甘くないこと考えたらね。逆に楽しかった。でも確か、まあ、あとは任せろ。頑張って。デイツー進出です。なんかありがたみのないデイツー進出だな。30分しか経ってないから、なんか進出しちゃったみたいな。4万9000点。まあでもチップ倍になってる。やはりネバーギブアップの心は大事です。皆さん、何か悩んだり壁にぶち当たってるあなた、諦めない心大事ですよ。というわけでデイツー、おはようございます。ミリオネアメーカーのデイツ、これからプレイしていきたいと思います。ブラインドが2500だから、でも言うて20 dB あるね。これ49。聞いてください。今日ね、まあ、朝10時なんですけど、今ここに来るまでの間、ベラージオで2040のキャッシュゲームを朝まで8時間作ってまして、なんと今日キャッシュゲーム久しぶりに9000ドル勝ちました。トーナメントを判定ダブルアップして、えらいこっちゃこりゃ。こりゃあれで、これThank you.
普段トーナメントは運の要素が大きいっていう風にずっと言ってると思うんですけど、まあ、こういうの見ていただけたら分かるかなと、まあ、今のが最善のプレーなんで、しっかりオールインしてしっかりエースピンからコールもらって、タブラップ一番しやすい方法だったんでね、切り替えていきましょう。まあね、ならずか、まあでも引き続きプレーは激いいのでこの調子で頑張りましょう。負けるな横澤。というわけでミリオネアメーカー敗退してしまいましたけども、キャッシュゲームをプレイしていきたいと思います。昨日9000ドル勝ってミリオネアメーカー1500ドルなんでトータルプラス、そういう気持ちでやらないとやってらんないですね。勝てたらいいな今日。 OK All in. Oh my god, that's cool.おはようございます。キャッシュゲームですね、朝までプレイしまして20-40-40 の卓だったんですけど、めちゃくちゃ光りまくりましたね今日も。一番でかかったのはあれっすね、クイーンズ対エース9スーツの3ベッド食らってエース引かれたやつ、あれが一番でかかったっすね。今日の負けは9000ドルぐらいになってしまいました。今日はですね、キャッシュゲーム朝までプレイして1時間半仮眠を取って、これから3000ドルのフリーズアウトのトーナメントに出場していこうと思います。昨日とね全く真逆なんですよ。昨日は朝ね、キャッシュゲームで9000ドル勝ってからトーナメントに挑戦したわけですよ。で、結果としてえぐいエースキング対エースクイーンで引かれちゃって飛び、今日は逆に9000ドル負けてトーナメントに出場するということで、これはですね理屈で言ったらですね、今日はついてるはずですね。はい、昨日の逆なんで。というわけで10連続トーナメント挑戦の8個目の挑戦になりますね。7戦プレイして、7分の2インまで、今日含めて残り3回ですけども、頑張りましょう。レッツヤンボ即死です。開始直後にですね、キングス対クイーンズのプリフロップオールインでクイーンズ相手に、フロップクイーンズ盛られてチップをだいぶ減らしてしまって、そこからいいとこなし、じわ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 とチップを減らしていき、最後エース10スーツでスクイーズオールインしたらキングス対クイーンズめっちゃチャンスですね。勝てばトリプルアップの大チャンスだったんですけど、まあ当然引けるわけもなく、せちがらいねポーカーっていうゲームはね。おはようございます。今日なんですけども、トーナメントにこの後出場しようと思っているんですけれども、その前になんとですね、世界最大のポーカーメディアであるポーカーニュースさんからですね、ぜひ横澤をインタビューさせてほしいということで、ポーカーニュースの取材に応じることになりました。今までも何回か取材してもらってるんですけど、今回は超ロングインタビューということで、 YouTube とかポーカーについてたくさんいろいろ聞いてもらえるらしいので、ここにインタビュールームがあるんですね。こうやってちっちゃいかわいい Hello Hello This room is prettyNice studio, yeah. Good secret. Yeah, good secret, yeah. Okay, so I'm ready. Artistic and entertaining with your style of love. What happened? I have a partner whose name is Hiroki, and I've started my YouTube channel with him.というわけでインタビューの収録が終わりまして、英語のインタビューは毎回緊張しますね。話したいことの 50% ぐらいしか話せないですね、やっぱ英語だとね。聞かれてることに対して言いたいことはめっちゃいっぱいあるのに、半分しか伝えられないのはちょっと歯がゆいですね。なんかせっかくこうやって喋る機会をもらえたなら 100% ちゃんと伝えたいことを伝えられるようになりたいなと思いますね。まだまだ僕はポーカーだけじゃなくて英語の勉強もしなきゃいけないですね。でですね、これから、10連チャントーナメント挑戦の9個目ですね、1500ドルのノーリミットホールデムとPLO のミックスイベントをですね、見ました。ありがとうございます、はい。横澤の10連続トーナメントチャレンジ、ついに10戦目になりました。え、もう10戦目、はい、ここまでですね9トーナメント参加して2インまで、はい、まあ、一応ノルマは達成してますね。当然ですね、収支はマイナスとなっております。今日この10戦目にやっぱり山場を持ってきました。僕はこの10連続の中で一番バーインが高い5000ドル6マックスにこれから挑戦していきたいと思います。じゃああれじゃん、続き3番目高いってことか、6マックスが楽しいんだね。そう、いっぱいハンドプレイできるし、しかもですね、これ朗報がありまして、今年の6マックスは、はい、この列に並んでる、見てください、ディズニーランドぐらい並んでましたけど、ぐるーって、これやばいです。
これ今実はですね横で600ドルディープスタックチャンピオンシップっていうその安い場合の中では一番多分盛り上がるであろう超激レカイベントが横で開催してるんですよ。なるほど。2時間待ちらしいですよマジのディズニーランドやん。ディズニーっていうぐらい超激人気イベントが横でやってるので 5K の方人めっちゃ少ないんですよ。そうなんです。僕ちなみに今1時間20分並びました。すでにあと40分あと40分でソアリン乗れるって思うとワクワクしてるソアリンじゃないの。これソアリンじゃないの。ソアリンじゃないです。ヒロキは600ドルのホテルね。はい、いいとこまで行ったら報告します。確かに。でもこれさ600ドルの方にさ、はい、このアマチュアがみんな行ってるからいやもう世界中のプロ集まってそう。集まってそう。強い人多そう、ね、まあまあちょっと荒波に揉まれてきます僕。はい、頑張ってください。まあ最低6万ドル、はい、えマジなんでなんで6万ドルぐらい負けてるから繰り返したいだけじゃんやりたいと思います。ファーストハンドクイーンズトップセットつも調子がいいです。やっぱり今日はなんか違う気がするわ。ここまで貯めてきたバットラックを全て今日貯金放出。とりあえずまずは今まで頑張ります。ディナーブレイクまで生存したところか。見てください。なんと5万点が8万点に増えました。5万が8万はいいですよ。しかもテーブルめちゃくちゃタフっていうか今座ってるテーブルは激辛ですね。激辛テーブルで8万に増やせたのは嬉しいですね。今日はデイワン終了時点でも全然インマネとかじゃないので長い戦いにはなるんですけど、まあ、一旦ディナーブレイク行ってチップ増えた状態でデイ2に残れれば熱いと思います。12万点超えましたけど、チップが優勝しますね、これは感じます。隣の席にライアン・リース来ました。 WSOP の世界チャンピオンです。しかも何が多いんで、メイン勝ったことある一発屋じゃなくて何も勝ちまくって強敵ぞ。ライアン、Tell my followers how to win the main event. How to win? You're very lucky. Very lucky, okay. Do you think you were the most lucky person in the tournament? Yeah, I think. Do you feel like that? Yeah. You've been playing poker like 10 or more, 10 years or more than like that, right? That day was your most lucky day. Okay. So tell them how to get lucky.Be patient. Okay. Card distribution is huge in table draws. There's so much luck involved in front of you. Doing the main event is very, very lucky. And also be patient. And be a good man.
good person. Yeah. Good person, okay. Yeah. しなかったわ。なんか今日の俺これキング引いちゃうんだろうなって思ったら本当に引いちゃいました。ラストハンド終わった。ピッグマーはデイ2に進出しました。デイ25万4500、増えすぎ。アベレージが12万5000ぐらい。アベレージの倍、アベ倍、アベ倍でデイ2。今日はいい一日でしたね。同卓したらライアンリースも言ってたじゃないですか、ラッキーしないと勝てないと。今日はラッキーしました。これが続けば優勝できます。まあ、ぶっちゃけ今日メンツめっちゃ軽かったんで、今日の一日はついてなきゃ乗り越えられない一日だったんで、めっちゃラッキーでしたね。おっけー、グッド、ベリーグッド。気持ちいいねこれ。気持ちよく帰ろう。明日寝坊しないようによく寝ます。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。 5K6MAX の Day 2が始まります。 Day 2。 いやいやいや、聞いてますよ横澤さん。えぐいよマジで。横澤ですね。 Day 1、はい、無双しました。参加人数千何百人いてです、はい、横澤チップ量今日見たら46番目でした。マジ全体。え、残り何人？残り多分500ぐらいじゃないかな。うわ、めっちゃ上位じゃん。というわけで、次座りましょう。ハロー。Hi, what's up? 厳しそうなテーブルですね。いやー、あの1番に座ってるのめちゃくちゃ有名なテーブルです。1540万ドル獲得してます。25万優勝してます。今年の529万ドル獲得してます。勢いやばいじゃん。勢いに乗ってます。さあ、いよいよですか。全択でこうなってた。6人だから。確かにここスピードエグい速い。ってことはインマネも速いってことだな。ってことですね。マジで速い。どうせ移動先のテーブルも辛いんだろうな。どう横澤さん、はい、ちょっとテーブルもブレイクしたことなんで、はい、差し入れです。来た。なんかうまそうなのか。ヒロキリーズだ。ラートドッグっていう、めっちゃうまそう。めっちゃうまいホットドッグ。食べるトライ。ああ、うぜ。爆笑されてます。でもボリューミーだし、うん、めっちゃつくから、うん、普通に食うもんじゃない。今日何点で始まったの？25万。5万点らしいんだ。聞かれたのもちっちゃいポットで済んだのがでかかったですね。確かに、あれよかったね、ちっちゃくて。順調ですね。順調です、順調です、順調です、順調です。ちょっと賞金が発表されている。残り282人、アベレージ24万。もう282人しかいないんだ。
80出すと、あと100人で今ね。これ、8000ドルだから。でかいよね。100万円だよ。何したい。やばいね。やばい、優勝93万稼いだね。93万結構持ってるんで、勝てる相手にもプレッシャーかけつつ、あんまり自分はリスクを取らないようです。相手にリスクを取らせる。あと18人で今ね、20BB 持ち。いやー、エースキング対8ポケのオールインがでかかったな、20万点ポケと。頑張ってほしい。もう優勝とかよりは、もうインマネが目的ですね。状況変わっちゃったね。大事だよ、インマネも。行くときは行く。あの人にオールイン勝てねえ。マジ？あと18ね。だって SOP は魔境だわ。悔しいね。あと18人だったのにな。100万が。横澤10連続トーナメント結果は2インマネマイナスたくさん完。まあメインに備えましょう。ここからはついてないのをどうこう言ってもしょうがないんですよ。言ってました、ライアンリースもペイシェントと重要なのは我慢。いやでも間違ってないってことよ。横澤チャンネルはトーナメントたくさん負けて、それでもなんでトーナメント出るんだっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、いつかラッキーする日までやり続けるしかないですね。その時までみんな応援してください。はい、昨日も今日もプレーめちゃくちゃ良かったと思うんで、耐えです、耐え。俺もそう思う。メインイベント頑張りましょう。頑張りましょう。WSOP ワールドシリーズオフポーカーメインイベントです。優勝賞金約14億円超え。今年のメインはなんかね、違う気がしますね。Shuffle up and deal。 人生で今日が一番俺ポーカー上手いなって思ってます。そこに座るのが僕の夢です。横澤チャンネル行くぞ。